日本国内の賞ではあるんだけれども、なんか国際的な賞だということで、なんか自分の仕事が広く認められたっていう感じがして、大変名誉だし嬉しかったです。もうなんか60年以上詩を書いてるんですね。で、未だにまあ飽きずに書いて、それしかもそれを読んでくださる人たちがいて、それがいろんな国の言葉に翻訳されて、世界的になんか私の詩を読んでくださる方がいらっしゃるってことがすごくまあ嬉しいわけですね。ですからこれからもずっと日本語で詩を書き続けていきたいと思って。